はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、9月の28日月曜日でございます。今日ですね、ただいま東京ディズニーランドに来たんですけれども、本日からですね、皆さんご存知、新エリアがオープンでございます。ということで今日はね、初日に早速やってきましたので、今からですね、抽選エントリー受付やっていきたいと思います。それでは早速パパッと行きましょうか。今日も相変わらず時間ないですからね。今ちなみにね、18時35分です。あとね、20分で締め切りですので急ぎましょう。どれから行こう。じゃあベイマックスから行きますね。はい、ベイマックスから行きます。あ、びっくりした、何かと思った。はい、 OK、 行きますよ。あ、まあ別にニックネームはいいか。はい、できます。パパッと行きましょう。いっぱいあるからね、抽選。ドキドキ。当たるかもよ、初日。あ残念。残、あ、なかなか当たんないね。なかなかね、まあしょうがないね。でもベイマックスはまあ確かにね。はい、じゃあ問題のね、美女と野獣魔法の物語いきましょう。いくよ。はい、やっぱ緊張するね、本当に久々の抽選だから。いけ。どっかな、どっかな。おっ、あ、当たっちゃった。何時から。8時20分から。あれ、8時20分、ちょっと待てよ。ショップとかぶるんじゃない、これ。ガチの、うん、ガチだ。ガチかぶりするね。でも何時までだって。8時40分まで。ああ、頑張るか。頑張ればいけるかな、うん。ビレッジショップス取ってるんですけど、結構やばいやつですね、これ。あれ、ビレッジショップス大丈夫かな。ちょっと後で見てみますね。はい、まあ、とりあえず魔法の物語、なんと初日で当たりました。結構当たるのかな。なんか意外とね、俺当たってます。はい、まあ、いや、じゃあそのままどんどんいきましょう、ちょっと時間があれなんで。はい、ちょっとね、ちょっと待って。はい、でもちょっと手震えちゃってますからね。いや、まさか当たるとは思わなかったんで、初日でね。いや、びっくりですよ。はい、問題なので、ミニーちゃんのね、スタイルスタジオですよ。行きましょう。もう当てちゃいましょう。もうどん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 、もうやってください。もう当てちゃうよ、もう。俺のジョマジのね、この指パッチンがあればね、ほれ、当たっちゃった。当たったね。でしょ。え、時間かぶんない。19時40分から20時。おー、この前と同じじゃない。なんか同じだね、うん、どんだけ持ってんの俺。すごくない。すごい。じゃあちょっとここら辺から。すごくない、この表示。表示すごいよ。やばやば、時間かぶんないっていうのがすごいよね、うん、いきます。じゃああとは、まあ、まあ負けてるとちょっとあれなんですけど、あれ、ウッドチャックはまだ、あ、終わったね。ウッドチャック終わった。三富がやってんのかな。ちょっとこれおまけっちゃおまけなんですけど、三富行きます。三富もおまけじゃない。おまけじゃない。おまけじゃないんだからね。もう行きたいんだから。でもね、三富はね、すごい人数少ないのでね、入れてる人数。まあまあまあ、まあ、こんなもんでしょう。はい。OK です。でも全然 OK。ミニーのスタイルスタジオと美女と野獣魔法の物語。神や。神引きやな、本当に。ということで。9月28日初日のですね、エントリー受付のジョマジの抽選発表でございました。いや、今日も神引きしてありがとうございます、ね。はい、ということで今日はですね、これで終わりにしたいと思います。結構時間的にはまだ余裕あるのでね、またいろいろ見てね、動画とか投稿したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。